ジョバンニスパドリーには、イタリアの政治家、元首相。新聞の編集者であり、ジャーナリストであり、また歴史家でもあった。フィレンツェ生まれ。ジャーナリストとしては、ペンネームとして、ジョバンニデレバンデネーレの名前を釈用して、活動していた。また、政界入りする前は1968年から1972年まで、日韓紙コリエーレデラセラの編集者だった。 1972年に中道の自由主義政党であるイタリア共和党から上院議員となり政界入りしてからは文化省、教育省などを務めた文化色の強い政治家だったが、1979年から1987年までは共和党において党首となった。そして P2 事件の発覚によりアルナルド・フォルラーに首相が辞任したことを受けて、 1981年から翌年にかけ、イタリアの首相を務めたに参加している。第二次世界大戦後、イタリアが共和国になって、以来、キリスト教民主主義以外の世俗派から選出された首相は、スパドリーニが初めてであった。また、この時、イタリア共和党は会員における第七党に過ぎず、議会の過半数から支持を得た連立政権とはいえ、 議員内閣制の下であってもこうした少数政党から首相が選出されたことは世界的に見ても珍しい例とされている。イタリアの政治の不安定さの象徴的な出来事でもあった。首相としてはタイマフィア戦争などへの対応に苦慮した。首相退任後は1983年から1987年までベッティーノ・クラクシ率いる連立政権下で国防省を務めた。 国防省ポストの退任後はすぐ上院議長に転じ、タンジェントポリとそれに伴う、政界再編の時期を経て1994年4月まで、その地位にあった。1992年には短期間、大統領職を代行したこともある。しかし1994年イタリア総選挙において、シルビオベルルスコーニのフォルツァイタリアをはじめとする、修道派連合が勝利したことにより、 上院議長の退任を余儀なくされ、その4ヶ月後に、ローマで死去した。その他、1976年から死去する1994年までは、木工に大学総長のポストにあった。ありがとうございます。